と、はじめまして。はじめまして。佐藤さんはですね、サイエン台湾の今インターン生として一緒に頑張ってる。はい、そういうことです。一番最初の企画なんだけど、サイエン台湾はいろんな朝ごはん屋さんを紹介してるの、見てきた。台湾といえば朝ごはんが有名だよね。そう、食べたい、ね、今日も今日もそうなの。ってことで今日は、はい、台湾のその朝ごはん屋さんの中でも有名な四縁道場の有名なお店に行きたいと思います。え、ちょっと待って、私さ、道ちゃん飲めないって。そうなの、うん、でもそこ本当に美味しいらしいから、もしかしても四縁道場が嫌いな佐藤も飲めるかもしれないっていう。あってことで、じゃあ今日の企画は四縁道場が美味しい台湾の朝ごはん屋さんに行ってみよう。この動画を見る前にチャンネル登録と私たちのツイッターをフォローしてください。下にリンクがあります。ここは臨時駅、私ちょっと初めてかも。うん、私もあんまり観光スポットではないね。うん、そうだね。そんなことで怒られるよ、ローカルっていっぱいあるから。じゃあそれではここから2分ぐらいらしいので行ってみましょう。ところで、はい、四縁道場っていうのはあれだよね、はい、なんか日本だと豆乳は甘い飲み物って感じだ、うん、でも台湾だとしょっぱい豆乳もあるんだよね。いやー、本当にやだ、行きたくないよ。嘘でしょ。ちょっと待って、私たちめっちゃ歩いてる。視聴者の皆さん、めっちゃ歩いてる。マナが Google マップ片手に、私行けるからついてきなって言ってたんですけど、壊れてます、これ。もうめっちゃ歩いたよ。でも2分って書いてあるよね。15分くらい歩いてる、もう。本当に2分だよね、きっと。てか、どこ待って、あれじゃない。よかった、つけないかと思った。はい、到着しました。着きました。綺麗だね。そう、すごい綺麗でびっくりした。本当に外観も綺麗だし、中もなんかすごい清潔な感じ。早速中に入ろうか。行ってみましょう。はい、入りました。すっごい清潔感ある、ね、すごい綺麗で、中に入って、うん、一番最初にこの注文表を渡されます。でもここ多分日本の方もよく来るから、日本のメニューもあります。ここはやっぱり有名だから、四縁道場を頼むのと、あと比較もしたいから、冷たい普通の豆乳、なんか気になるやつとかある？そうだね、なんか小籠包もあるんだよね、ここ。いいね、朝から小籠包。朝から食べたい、ぜひ食べたい。食べようぜ、うん、じゃあ小籠包と。台湾って結構、うん、ヨーティアっていう、ヨーティアね、豆乳と一緒に食べる、あるある、揚げ感があるよね。で、なんかね、ここ気づいてしまったんだけど、うん、日本語が面白い。そう、日本語がね、可愛いんです。揚げ牛肉のフォルダ、ハサブからフォルダ、Google トランスレーションかな。ちょっとずつ可愛いね、日本語。ちょっとずつ可愛い、そうそう、そこも注目ポイント。とりあえずじゃあ、頼んでみよう。頼んでみましょう。これがおすすめ、老後の大根卵ロールがおすすめらしいので、それも注文したいと思います。じゃーん、すっごいたくさん頼んだね、うんうんうん、でもやっぱりまず最初に小籠包から食べよう。そうじゃあ小籠包から一番最初、いただきます。おいしすぎる。シンプルなんだけど、肉汁がもう爆発するね、うん、これ。あとこれ、1、2、3、4、5、6、7、8個入って100元。めちゃめちゃ安い。380円ぐらいで食べれちゃうんだよ、そう。さあ、朝から小籠包こんな大きいんだよ。そう、めっちゃ大きい。本当にお肉の優しい味って感じだったね。特にこうなんかスパイスが効いてるわけじゃなくて、本当に優しくて美味しい味。朝ごはんからでも食べれる。芋タレとかもしないと思う。しないね。幸せ。待って、ちょっと次さ、四縁道場食べたいけど、それはやっぱ佐藤に任せた。怖い、佐藤に任せた。私、まなちゃんと今一緒に住んでるんですけど、じゃあ夜とかも肩も見せんし。本当に全然行かないから。パワハラです、これがパワハラの実態です。じゃあ、いただきます。
なんで嫌いなの？癖のある味するんだよね。じゃあいただきます。おいしい、これおいしい。本当？これね、とーちゃんの味もするんだけど、でもチャンタンとかしてて結構スープに近い感じ、クリーミーなスープって感じがして、これねめちゃめちゃおいしいってわけじゃないんだけど、でもおいしい。とーちゃん嫌いでもこれなら食べれるっていう感じで。でさ、あのこのヨーキャーのところを食べてみます。ヨーキャーはね入れないってよかったかな。これチェンドージャンっていう、チェンが塩でドージャンが豆乳、塩豆乳なんだけど、プラスジャータンって言って卵をプラスしてます。だから結構ドロドロ。いただきます。シチューみたいな感じかな、どちらかというと、うん、そうそうそう、ちょっとなんか香ばしい味もある。そう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 、豆乳っぽくないよね。うんうん、これは本当に癖がない。そう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 、ただ飲みやすい、うん、卵入りで35元、だから100円ちょっとでこのボリューム。うんうん、今どうじゃん食べたけど、うん、豆乳を頼むときに、うん、台湾で結構ヨーティアオ、ヨーティアオ頼むよね。はい、これはどれだ。これです。じゃじゃん。おね、顔小さく見せよう。違うよ、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 同じ人だって。こんなこと言うんですよ。こんなこと言って。じゃこれは豆乳と一緒につけて食べるかな、はい、でもさ、あれだよね、これもうすでに刻んだローティアオが入ってるよね。おー、上手上手、入ってます。今これどこから出てきたか知ってますか？これは小籠包の箱に入れてました、マナが。わかるほどな。今怖いことが、怖いことが。どこでもドア。パリパリやね。はい、いただきます。こっちの方が全然美味しいわ。でしょでしょ、うん、私もこの湿気てるの嫌なんだよね。なんかちょっとふにゃふにゃだなって思ったんだけど。そうそうそう、こっちの方がパリパリして美味しい。私とおちゃん嫌いだけどこれ美味しい。組み合わせいいよね、うん、これ美味しい。でも本当にすっきりしてる。そうそう、それはそう、私が今まで飲んだ豆乳の中で一番癖ないから、うんうん、ザ豆乳のシンプルな味っていう感じで、うん、そうだね、だからまあ豆乳の味って。これ後で怒られる。佐藤食レポ良くなかったチェックとか言って。誰、何様、何様。これはローポースタンピンっていうやつですね、うん、タンピンなんだけど切り干し大根が中に入ってる。あー、大根か。じゃあお願いします。はい、いただきます。じゃあ醤油をつけていただきます。これ外がパンの味がするんですよね。すごい美味しいです。卵の優しい味とすごくよく合うし、ちょっと脂っこいけど卵がそれをカバーしてくれててすごく美味しいです。大根が後からシャキシャキしてきて、いろんな食感が楽しめる、美味しいです。おいおいおい、怖いよもう、怖いですよもう。じゃあ先輩どうぞ。やめろやめろ。本当にサンドイッチみたいになってる。そう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 。YouTuber って感じなんで、後ろで手でやるの憧れてた。やりにくいんだけど。ごめんごめんごめん、すいませんでした。もっちもちじゃない？ピザの熱い皮みたいな。さすが先輩、いい名前です。それです。本当にやめてない。これはね、でも一食これで終わるって考えると安いのかなとは思うけど、うん、どれが一番美味しい？意外とね、このスープとカリカリのヨーキャーがすごいあって美味しかった。これ食べたい、また。あ、だから克服したかも。おお、すごい。これやらせじゃないよね、大丈夫だよね。落ちてくる。じゃあ最後の一口。はい、いただきます。ごちそうさまでした。ニハオ。新宿的店，二十个小时开店。对。真的。このお店24時間やってるそうで、なので例えば夜いろんなところに歩いて小腹が空いたなって時でもここに来て胃に優しいメニューを食べることができるそうです。那我想请问一下，这边会有外国客人会来吗？是，是日本人也会来。有很多的日本朋友。所以不会讲中文也可以。也是可以的。好好。我们有日本，有这个English，还有这个。中文的菜单，可以跟他们这样子，我们再推荐给他们。好，じゃあ外国人のお客さんも多いみたいなので、メニューもバッチリですし、皆さんも中国語ができなくてもやっぱり楽しめるレストランということですね。谢谢。
った。もうお腹パンパンだね。パンパン。普通台湾の朝ごはん屋って多分12時とかにも閉まっちゃうので、うん、食べれない人も結構いると思うんですけど、時間の都合で。ここはいつでもザオさんのメニューが食べれるのがいいですね。どうでした、今日サイエン台湾初めての感想ですか、うん、楽しかったです。本当に美味しかったし、撮影もすごく楽しかったし、見てるだけの時よりも何倍も楽しかったです。おー、それ嬉しい。楽しかったです。ここは遅延店だね。そう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 、だからいろいろあるんだけど、でもここの今日来たお店は24時間でも他のところはそのお店の店舗によって違うので、なるほど、チェックです。はい、私ちょっと言いたかったんですけど、ここのトイレめちゃめちゃ綺麗でこれずっと言いたかった。台湾のトイレって多分日本ほど綺麗なトイレってなかなかないんですけど、めちゃめちゃ綺麗でした。じゃあもしトイレがしたいなと思うのは人方はぜひここのトイレも試してみてください。はい、ということで今日の動画は終わり、また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。バイバイ。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あと私たちのツイッターもあるのでフォローしてください。